どうもー、ふーじたです。さあ、はい、ということでね、やってまいりました。相場芸人がお送りする独断と偏見で今後値段が上がりそうなゲームを予想するということで、今回はハドソン編来ました。ハドソンさんといえば、出るタイトルがもう人気で爆発的に全てほぼ売れてると言っても過言ではないんで、数が多く出てるやつばかりなんで、高橋名人の冒険島法以外は値段が割と落ち着いてるんですよ。今後ね、スーパーマリオとかメジャータイトルのジャケットのいいやつ、人気のあるやつが激高になったようにそろそろ来ると思うんで、今穴場というか狙い目、チャンスだと思うメーカーさんのタイトルですね。で、現状ね、その中でも僕が上がりそうなやつを予想するんですけども、それがどのタイトルになっていくのか。それでは第3位、こちら、ドスンと。ちょっと藤田さんいいですか。はい。なんかちょっといきなりだったら分かんなかったですね。いつもの決め台詞以外はあんまり名人はやんない方がいいっすね。それでは第3位、こちらです。ドスンと。高橋名人の冒険島1、3、高橋名人のバグってハニー。現状、高橋名人の冒険島4というのはもう本当に高くなっちゃってるんですよ。箱付けだったらまあ10万とかね。だけど3はまだ、これね、すごい綺麗でも箱付きでもまあ1万いかないぐらいとかなんで、高橋名人が好きな人って、名人シリーズ集めたいと思うんですよね。そこでやっぱ、4はもう高いのがもう認知されてるから、3が次見つけづらくなってくると思うんですよね。で、それとは別に、まあ普通に、1とかバグってハニーとかも、今のところマークされてないんですよね、あんまりね。これもどうだろう、まあ3000ぐらいかな、箱付きでも。スーパーマリオとかって一番最初のやつがすごい高かったりするじゃないですか。だからこの初期の高橋名人の冒険島1とか、まあその次のバグってハニーとかもまあ来ると思うんですよね。1と2と、3、4ですよね。はい、で、バグってハニーって どこに入るんですか、順番で言うと。順番で言うと、1、バグってハニー、2、3、4。の5種類ですね、ファミコンだと、名人系は。次が、値上がりそうなのが、1ではなくて3なんですね。もう2が出た時でも結構後期に入ってるんです、ファミコンの。2、3、4って結構後期に入ってるんで、やっぱその順番で少ない順に来るんじゃないかと。バグってハニーってこれ、名人シリーズの中ではちょっと微妙だったんですよ。まあなぜかというと、まあゲームがちょっと違うから。全般アクションでいけばこれも名作と言われたと思うんですけど、ちょっとね、ゲームの半分以上ブロック崩しゲームをやると。他のゲームも無理やり入れてるんですよ、これ。だから、ブロック崩しやりたいんだったら単体にした方が良かったんじゃないかと言われてるんですよね。で、名人の顔が、まあ、綺麗なジャイアンじゃないですけど、ちょっとずつ綺麗になってくっていうのもちょっとね、気になってるんですよね、僕の中ではね。どういう意味で気になる？いや、世間のライト層に寄せてるというか。いや、でもなんか名人ってそういうなんか野生児っていうか、ワイルドな感じで売り出してたんじゃなかったんでしょうね。で、3でちょっとポップになってません？ポップ多分一番綺麗なんですよ、高橋名人の絵が。このなんかライト層に寄せたみたいな。だから、本当に高橋名人って言えばもうこれなんですよ。本当、世代の人が言うならね。高橋名人ブランドってどうなんですか、相場というか、そのゲームの人気度みたいな。で、今は、どうだろう、高橋名は、やっぱりその、40代とか50代の男性にやっぱ高橋名人シリーズは今も揃えたい人は多いと思いますね。このチャンネルでは本当久々だと思うんですけど、高橋名人のモノマネをちょっと、期待っていう声大きいと思うんで。この辺りね、この辺りファミコンを押さえておけば、コンプリートは、クヨンガだー。決まりました。今の若い子がどうなのか、高橋名人って分かります？ギリ、はい、何した人ですか？あの16連打。ああ、そうか、そういう情報としてはやっぱそういう。逆に言うと、もう20代とか10代の人はもしかしたら認知率はそこまで高くないかもしれないですね。そもそもだってファミコンを知らない世代ですからね。ファミコンって言いつつスーファミみたいなね。そう。なんですかね、ファミコンミーとか出てるじゃないですか、うん、あれやっぱその年代の人が買ってる率が高い。いや、そういうことでしょうね。いや、僕と名人仲いいなとね、改めて認識して、名人が結構僕貴重だ貴重だって言ってるのに雑に扱うんですよ。いやー、藤田君なら大丈夫だよこういうのとかっつってまあちょっと怖かったけど、でもああやっぱそう思ってくれてるなと思って。はい、それでは第2位、こちらです。ドスン、桃太郎伝説。まあ桃伝もまあいろいろ種類が出てて、まあファミコンの外伝も出ましたし、 PC エンジン何作も出てますし、スーファミでも出てますし、やっぱ桃伝ってね、相当人気なんですよね。説明書がね、新聞風でちょっと痛みやすい説明書っていうんですかね、目新しいと同時に一枚の紙を折ってるんですね。そうロープレイ、まあドラクエと、まあ、FF があるじゃないですか、ファミコンに。その次に来るのが桃伝ぐらいでしょ、多分人気度で言うならね。
まあ、そこに、まあ、すごい差はあるんですけど、でも根強い人気はもう確かなんで、やっぱりこの辺のやつも押さえておきたい人が多いと思うんですね。これ桃太郎伝説でも相当売れましたよね。そうですね、これも100万本近くいってるんじゃないですかね。当時何がやっぱそんだけすごかったって受け入れられたの、うん、でもやっぱ桃鉄効果は大きいんじゃないですかね。やっぱちょっとおバカな感じなんですよね、あのハドソンさんの出すやつって。ギャグ路線っていう。そう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 、それでここまで当たってるのは珍しいですよね、多分ね。忍者ラホイっていうのもあるんですよ。まあ、うんちとかうんこくさいとかあれはあれで人気はあるんですけど、そこまで来てないんで。あとなんか、あんた誰か絡んでませんし、これって。堀井さんも、堀井先生も絡んでなくはないですよね。佐久間明さん、制作者の。と、堀井先生仲いいですしね、もちろんね。意見交換もしてたらしいんで。どれぐらい出てるんですか、桃太郎シリーズって。ファミコンだと、桃太郎伝説と、あと桃太郎伝説外伝が出てますね。P 信者と、桃伝、桃太郎活劇とか、まあ、アクションとかそういうのもあるんですけど、そういうシリーズ、新桃太郎伝説とか、あと、スーファミでも新桃太郎伝説とか。もうその後にずーっと続く、そう。ソフトの元祖というか、一緒代っていうか。そうそうですね。もちろん PS とかでも出てますし。これ今、相場でどれぐらいなんですか今、まあ、この、まあ、波の段、3、4000ですね。そんなでもないじゃないですか。全然ですね。でもやっぱりゆくゆくはスーマリに近くなってくんじゃないですか。すっごいもう綺麗な備品でも、うん、1万円とかですよ。お店だともう備品以上ってそんな区別しないところも多いじゃないですか。だから狙い目なんですよ結構。なるほど。いずれにしてもこのね、値上がりしそうなソフトシリーズで、うん、藤田さんが紹介されてるソフトは、はい、綺麗なやつがあればもう絶対買ってるぐらいのレベルのものしか紹介しないですもんねそう、だって桃電とかって今抑えてないですよ僕。こう言っちゃってますけど、まあこれを言うことによってね、まあその現場っていうか店頭からね、これを買う人が出ちゃうかもしれないけど、まあ僕は出し見惜しみしませんよ。それでは番外編はこちら。はい、来ました、ドスンとボンバーマンとバイナリーランド。もうハドソンさんのねビッグタイトルだし、まあ両方ともね人気だし、ボンバーマンはねもう今も人気ですが、このビッグタイトルとこのジャケットの可愛さ、かっこよさで、まあ、この辺同率で、高騰するんじゃないかと思っての2タイトルです。ボンバーマンはね、まず1作目ですからね、ボンバーマンシリーズね、集めるときに全部やっぱ揃えたいじゃないですか。っていうのもあるんじゃないですかね。ファミコンだと1、2と出てますが、やっぱり PC エンジンの5人対戦とか、画期的だったと思います。バイナリーランド、こちらはね、まあ、ジャケ買いで女の子も買うし、女の子の家でやることも多かったですね。まあ、女の子と2人でやってて、このバイナリーランドって愛をテーマにした曲を使ってたり、ペンギンながら、まあ、交尾というか子供を作って、無敵の子供が出てきて敵を蹴散らしてくれるみたいなシーンもあるというね、愛をテーマにしたゲームなんですよね、これね。それを、まあ、気づかずやってて、なんかね、思うものがありましたね。皆さん。はい。バイナリーランドの愛をテーマにしてるのを、うん、何か思うとこがあるっていうのは、はい、何を思ったんですか。いやいやいや、女の子と二人でね、小さい子供ながら、愛をテーマに子供を作ってたんだなと思い返してたってことですね。あの描写としては、うん、ペンギンいるじゃないですか、うん、こうさせるんですよね、こう交差する、本当に交差させる、こうガーッてやって、動くんですか、しかも止まってちゃダメ、そう、こういう感じでガーッてこう交わせると子供がポッと出るいや、まあまあ、分かりやすいって分かりやすいですね。ということで、この2個は来るんではないかと思います。それでは第1位、こちらドスンとスターソルジャー。こんなねメジャーなタイトルが来るのって話ですけども、スターソルね、今これはどうだろうな、もう結構綺麗でも3、4000円で買えるんですよ。まあやっぱ連射ブームっていうのはスターソルで、あの1画面に出るビームがいっぱいになってきたんですよね。まあ2、3発だったら、1発とかだったら連射する必要ないじゃないですか。まあ押せば押すほど連射みたいな、そういうのと、あとまあ高橋名人効果とか、キャラバンとかが、全部ね、相重なり、まあこれだけのねものになったんじゃないかと思うわけですね。なんとこのキャラバンの時、参加者7万人以上というとんでもない大会だったんですね。第1回のキャラバン、スターホース、スターソルジャー、ヘクター87となるんですけども、この一番加熱した時のスターソル、思い入れがある人も多いと思うんで、この時のやつが一番来ると僕は踏んでいます。結構あれですね、うん、3000円ぐらいっていうの多いんですね、はい、大体そうですね。あの狙ってるというか、そのターゲットにしてるようなやつっていうのは、ちなみにですけど全部3000円ぐらいで買えます、今。いわゆる発光節付きの完品が、そう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 、スタソルかっこよかったですもんね。あのなんか宇宙観っていうのかな、
あの音楽とかもかっこよかったし、でてれー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 みたいなね、ピンときました？ハミングシリーズですね。まあゼグラザロ目玉焼きね、これね、三連ボーナスピンときてますね。来てますよ、もちろんやってますよ。目玉焼きってなんすか？じゃあ二つですね。ああそう、分かってる。顔のやつが出てくるんじゃないですか。ラザロね。じゃあゼグは何？ゼグは僕は分かんない。あの Z のボーナスね。あ、全部取ると8万点なんで、まあよく名人はね、24万点は国の方だとって言うんですよね。キャラバン用になんか出たものとかあんまないですか、グッズとか。まあ例えばキャラバン用でまあ有名なのがジョイカードね、ヘクター87バージョンとかあるんですよ。それがまあ人気ですよね。あとでもキャラバングッズってどんなイメージしてます、それ以外だと。いや、なんか当時のポスターとかはチラシとかなんかは行った人の参加者としてもらえるものみたいな。僕ね、ちょっと残念ながらちょっと参加してないんですけど、まあ、賑やかな都心のとこに一人で行くのがなかなか小児とかそういうレベルだとね、親と行くっていうのが多かったと思うんで、なかなかできなかったんですけど、参加賞ってありましたね、多分ね。藤田さんでも知らないとか、そんなにじゃあ、ニーズがないんですかね。いやいや、出てきてば、ニーズは絶対ありますよ。じゃあ、逆に言うとみんな記念として持ってるパターン？じゃないですかね。だって7万人で上位に行かないともらえないんですよ。まあ、ちなみに、形あるもの、で、任天堂さんのゴルフとかの大会、ゲームの大会とかで上位に来ると、うんうんうん、それのすごい上の方のやつっていうのがネットのオークションに出たんですよ、最近。ゴルフとかのゲームの成績スコアが優秀な人に送られたやつですね。送られるゴールドディスクってものがあって、ディスクカードね、うん、それがすごい貴重なんですね。それが100万か200万。100、200。でもそれって安いんですよ。ネットオークションって一番安い価格じゃないですか。店頭に出ればもっと高くなっちゃうから。はあ、だってね、ロットロットもエグゼドエグゼスもそういうことじゃないですか。あ、そうですね、ハイスコアだね、もらえる。あれあったらだって1億もありえますからね、今。純金じゃん。そう。ないんだもん、世の中に。特にその、当時物でなくて、上位入賞とか参加者もらえるものとかって、やっぱ、出てくれば高いです。藤田さんは何のトロフィー持ってるんでしたっけ？お笑いレースの。ん？ピンってだって R1 グランプリぐらいじゃないですか、トロフィー。ああ、そうか、そうか。ゲームの表彰状ありますよ。おお。このゲーム大会で上位に入りましたみたいな。あ、それです、聞きたかったの。それ何のゲーム大会出場されたんですか？国尾くんのドッジボール大会ですね。まあ、イベント、まあ、イベントスペースみたいなところで、どうだろう、数十人、50人ぐらいの大会だったんですけど、上位に入ったと。藤田さん主催で、いつかそういうゲーム大会とかやってみたいですね。キャラバンやります？キャラバン。藤田キャラバン、藤田カップ。キャラバンで全国回って。すごいけどね、それできたらね。最後に、高橋名人のモノマネの、なんか賛否両論多いんですけど、でも結局、はい、もう一回見たいっていう声が多いんですよね。だって86年の名人は、ここでしか見れないじゃないですか。名人はもう今の名人なんで。当時の名人を再現できてるのは俺だけだと。そうでしょうね。で、スターソロということなんでね。そうですね。いいですか、もう一発いただいて。分かりました。じゃあ、86年のスターソルジャー解説の名人。はい、いいですか？それしかないですよ、ね、正直。なんか、今、他にもあるみたいな感じでおっしゃってましたけど、それ一本ですよね。まあ、それ一本ではないですよ、厳密には。あ、そうなんですか。うん、忍者ハトリくんを解説するやつとか、こんなやつとか。そう。一応あるにはあるんですけどね。うん、でも、その86年の名人が降りてきても、はい、その日に体調によっても変わってくるんで、これはもうまた生き物なんでね。なるほど。その時によって。そう。まあ、この感動はね、表すなら、布施明さんのマイウェイみたいなもんです。そこまでハードル上げていただいたんで、一発いいですか、お願いして。それでは、行かさせていただきます。86年の名人来ますね。まず、スティックは握らないこと。ボタンはこんな風に連射しないこと。もっと、こっそりに超えてる。これができるならば、さすがに24万点は、決まっただ。決まりました。あ、なんかやりきった感出ましたね。降りてきましたね、名人。86年の名人。体調いい時でしたね、今日はね。よかったですか。おーみたいな感じでしたもんね。キレが良かった。良かったっすね。何点で、100点中何点ですか。だって名人が降りてきてんだから、どうやっても100点なんですけど、でもいい時の名人だったと思います、さらに。